純ちゃん、はい、アニメ業界、いやアニソン業界に激震が走ってます。知ってます。大変なことになってます。うん、チェーンソーマン、チェーンソーマン、チェーンソーマン、みんな見た？チェーンソーマンで、僕らそのピザラジでもなんか話しましたよね。まあ確かに大石さんは本当チェーンソーマン大好き、うん、でチェーンソーマンの、声優誰やねんみたいな、うん、ね、デンジの声優折れちゃうみたいな、アニメ化するってなって、うん、うちの視聴者がおだてできたんですよ。いやお前デンジマジでお前だぞ本当にお前だぞって言われて、いやいややめてよ本当にデンジはお前だからって言われて、たまたまそのチェーンソーマンアニメ化の時になんかの表紙に俺がツイッターのトレンドに入ったらしくて、デンジ俺だぞちょっとひょっとして本当にデンジ俺かすかに来るのかと思ってそわそわしてました。俺デンジ呼ばれんのかと思っていやでも呼ばれませんでしたけど、ちょっとドキッとするよね。ちょっとドキッとしてた。そういう本人にも知らされない系のサプライズ、紅白歌合戦みたいな。俺アニメの声優さんなんてね、本当に1回とかしかやったことないから、いつ頃収録してるかとか分かんないから、そのいや7月ぐらいにいきなり加藤さんデンジです言われて、俺デンジですかって言ったら分かんないじゃん。分かんないよね。そう、俺がデンジだったやっぱりあれ本当だったんだみたいな、そういう空気なのかなと思って、ちょっとだけ 1% ぐらいちょっと信用してました、このネットに流れる噂を。次頑張る。はい、僕らちょっと次頑張ります次のやつ、はい、いや知らんけど